ロボットを作るで将来的に、えー、例えば我々の家庭にですねお手伝いロボットが来てくれる僕たちの言うことを何でも聞いてくれるお手伝いロボットが来てくれるといいなと思ってるんですけどもそれを作るのは実は実ちょっと難しいんですよまずロボットのまあ簡単な作り方大雑把に説明すると基本的にはロボットを作る時にはまず何をさせるのかそのロボットに何をさせるのかそれをどこでさせるのかっていう情報が絶対に必要ですこれに基づいいててロボットを開発していきます。 さあお手伝いロボットに話を戻しますけれどもお手伝いロボットを作るとなったときにまず皆さんパッとお家にお手伝いロボットが来て何をそのお手伝いロボットにお願いしますか人によっては料理かもしれない掃除かもしれない犬の散歩かもしれませんよねもしくは宿題をお願いするようなずるい人もいるかもしれませんつまり何が言いたいかというと何をさせるロボットを作るその何をっていうのがまず決まらないんですねそしてもう一つどこのうちでやるの みんな家家ののレイアウト家の中全然違いますよねだからそこも決まらないつまりロボットを作るための2つの情報が決まらないわけですじゃあもうこういうお手伝いロボット何でもやってくれるロボットを作るのはちょっと難しいのかなというと実はそれを超える鍵があります私はそれを研究していますその一つが学習と呼ばれる技術なんですが学習というと勉強をイメージする人がすごく多いと思うんですけれども、えー、そうじゃなくて実は私たちがそうなんですけれども 生まれてすぐは何もできないわけですよねでもいろんなことにトライして叱られたり褒められたりして失敗したりしてどん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 んいろんなことができるようになってきますこれが学習ですこの機能をロボットにつけようという研究を僕はやっています簡単な実験をお見せしますこれロボット移動ロボットという動くロボットを箱の中に入れていますで箱の中に入れてロボットが箱の壁にぶつかると叱るような信号を与えて逆に ロボットが箱,に沿っ箱の壁に沿って動くと褒めるるような信号を与えるこんな簡単な実験これ1時間そのまま置いとくと見てくださいさっきぶつかってたロボットがぎこちない感じではありますけれどもつかず離れずで壁に沿って動くようになってくれますつまりここで何があったかっていうと叱られて褒められてこういう行動を覚えるロボットができたってことですこの技術をどん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 えー発展させていけば 皆さんのお家のお手伝いロボット最初は何もできないかもしれないけど皆さんがお願いしたことをとりあえずトライしてみてダメだったら叱るうまくいったら褒めるこういったことをやりながら成長させていくそして皆さんのいろんな希望を叶えるロボットができると私は考えています。